ばんは、皆さんこんばんは。なんとこんな素敵なケーキを用意していただきました。ジェネレーションズ本日デビューして6周年を迎えさせていただいたということで、ほらちょっと6がちょっと横向いてますね。6ちょっとじゃあこんな、ね、消していいですか。消させていただきます。ありがとうございます。イエーイ、すごーい、めっちゃ美味しそう、すごーい。これはありがとうございます。俺一人しか、今日は特に人が少ないのにありがとうございます。じゃあちょっとこれ預けさせていただいて、はい、ということで本日も始まりました、片寄せ涼太プリンスサロンのお時間がやってまいりましたね。今日もできましたね。先週第7話を終えまして、とりあえずお水、今夜も時間変更はなしですか。24時59分からプリンスオブレジェンド第8話が放送になるんですけれども、まあ第7話もね、ちょっと第7話企画もちょっとね、あの後でやらせていただこうかなと思ってるんですけど、皆さん見ていただけましたでしょうか。コメントをお待ちしております。ありがとうございます。これからも応援してますというこのジェネに対してのねコメントもいただいてますけれども、ありがとうございます。ちょっと早速、あのお電話をちょっとつなぎたいなという方がいましてですね。そうそう、先週とうとう生徒会長名前覚えましたよ。あれですよね、多分ガブリエルさんが言ってたのは感動だって言って、そのね、まあ涙を流した視聴者の方もいたんじゃないかとか言ってましたけれども、果たしてそこは皆さんどうだったのか。あ、ガブちゃん最高だったねえ、ガブ様推しの感動シーン面白かったですね。そんなに盛り上がるんだっていう、ね、抱きついてましたね。ビシビシ叩いてましたけど、本当親子っていうコメントもねありますけれどもね、生徒会とのやり取りが面白かったということで、そうなんですよね。次町田くんと書いてますけれども、とうとう今夜第8話は町田啓太さん演じる結城先生、これですね、結城先生がフューチャーされる回で、まあ、先週もねだいぶちょっとぶっ飛んだ感じでやってくれてましたけれども、ね、皆さんのおめでとうが止まらないですね。ありがとうございます。ありがとうございますねまさかね 6周年っていうことですけれども、まあ、デビューした6年前の11月21日はまさかこんな風にねやってインスタライブをやってるとは思わなかったですね。インスタもそんなまだ普及してなかったんじゃないの、日本で。そうなんですよ、既婚者なんですよね。既婚者じゃない、あのね婚約してるだけなんですよ。婚約と既婚者というのはちょっとまた違いますよね。うん、この人これですね。なんかあれですよね、インスタに上がってましたよね、藤井幸さんのウェディングドレス姿が。みんなすごいお綺麗だというコメントを書いてたんじゃないですかねえ。先生はてないっぱいということでね書いてくれてますね。ちょっと今日はそんな町田啓太さんにちょっとお電話を早速つないでみようかなと思うんですけれども、皆さんいいですか、どうだろう。啓太さんのちょっとね、今夜の8話に対するちょっとご意見をちょっと伺おうかなと思うんですけど、どうでしょうか。ちょっと啓太さんの目線からちょっと聞きたいですよね、やっぱり今回の第8話。良き良きと言ってくれてるのか、これは本当にみんなどうですか、いいですか、かけていいんですか。今からかけますって聞いてみよう。
ケイタさんにお電話ちょっとかけてみよう。あ、お疲れ様です。ケイタさんすいません、お忙しいところ。あの今ねインスタライブやってるんですけど、見てた今。あ、見え、激風ってするところ。ちょっとこれを、この電話ちょっとスピーカーにしていいですか？はい。これだ。もしもーし。聞こえますか？聞こえてますよ。あ、先生でーす。皆さん、こんばんは。先生。あ、そうだよ、りょうた。はい。6周年おめでとう。そうなんです。ありがとうございます。ケイタさんのそんな、素敵な声でお祝いを言っていただけて嬉しいです。ほらほらコメントにも来てるよ。めっちゃいい声って。あ、ありがとうございますね、うん、本当にケイタさんいい声には負けますけれども、いや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 、ケイタさんいい声、先生ってみんなコメントくれてますよ。はーい、土地狂った先生です。どうですか、あのプリンスオブレジェンドも今夜8話ということで。もう8話ですよ。そうそう、7話までは見てます、なんとなく。いや見てるんですけど、はいはい、いや一ついいですか。はい、どうぞどうぞ。いや俺ずーっと出てなかったですよね。言うと思いましたよ。いや本当にやっと出たと思って。やっとですね。7話とかですからね。うん、やっと7話でだいぶ出てましたけど。え、もっと出たかった、僕ももっと見たかったんです。やっともう、もういや心待ちにしてましたよ。いやでも、はい、ちょっと考えたんだよね。はいはい。あんまり出すぎると、はい、ちょっとやかましすぎて、あの内容が入ってこないかな。いやーまあ、すでにあの視聴者の方々の声は、あの、1話での情報量が多すぎて何が起きたかわからないっていう方が多数いましてですね。多数いるらしいんですよ、この作品。ああ、そうですか。はい。まあね、こう、一人一人ね、こう紹介、まあチームごとにこう紹介してね、はい、っていうのが今回ドラマでね、うんうんうん、ありますけど、情報量が多いドラマですよね。もうなんだろうね、お祭り感がすごい。お祭りですよね。常にお祭りですね。お祭りがすごい。うん。あの先週かな、あの、うん、理事長にお茶をすすられてたのは。ああそうですね、お茶すすられてね、すすられてました。あのままどんな気持ちだったんですか、うん、先生的には。あのテストというかリハーサルの時に、はい、まあなんか理事長茶すすってて、茶すすってて、うん、でなんか長いなと思ってて、ああもうテストの時点で長いなと思ってたんですか。ちょっと長いなと思って、で本番もっと長くなってたから、はい、いやもうちょっとさすがにやかましいなと思って、やかましいなと思ってああいうリアクションを入れたんだけれども、うんうんうん、あの多分見た方のこうね目線でちょっと僕も反応させてもらったんですよ。なるほどなるほど、うん、いや、ね、面白かった、うん、面白かったですか、よかった、うん、面白かった、あそこめっちゃ好きっすわ。本当ですか。まあまあでもね、やっぱ加藤亮君もさすが、はい、なかなかこう面白くやってくれるんで、うんうん、理事長とのシーンはやっぱ楽しかったですね。いや良かったですよね、うん、なんかあの編集上というかその、あの理事長が今回オンエアだとすごい機械音がすごいということでですね、うんうんうん、あの人間なのかどうかっていう、あのいやちょっと疑惑が、ロボット入ってるんじゃないかな、入ってんすかね。ちょっとそれは僕らも分かんないですよね、うん、うん、そこはちょっと分かんないんだな。あとなんか現場でね話してて、はい、カトリオ君と、はい、いやびっくりしたのが、はい、僕ら同い年だっていうことに。そうなんだ。気づきまして、ケイタさんと同い年ってことはメンディさんとも同い年。そうだね、28歳。濃いなあそこ。なんかなんでこんな濃いんだろう。濃いわ28歳。そこあと LDH でいうとね、ランページの力也くん、うんうん、あと世界さん、あと世界、うんうんうん、濃いんですよね。濃いな。濃いわ。濃いんですよね、ちょっと、うん、りょうたの言い方からしてちょっとだいぶにじみ出てるけど、濃いなそれ。いやでもその中ではもう一番あの美しい枠じゃないですか。美しい枠。笑っちゃってるじゃん。いやいやだってねえ、いや美しい先生、まあね、役がね、うん、やっぱゆきりちゃんちょっともう B
美を追い求めている。そうですね、王子生まれてこの方どいろんな王子を制覇してきたという役どころということですよね。らしいですよ、まあ、今回それが、ね、今夜の8話を見ていただけるとよくわかるんじゃないかなというところですけど、今夜見ていただければ、はい、どんな王子だったか歴史が全部わかるかも。歴史が、結城リーチの歴史が結城リーチの歴史が、あまりにもあっという間に描かれそうで心配ですね、これ。ね、一瞬だと思います。いやでも濃いですよ、濃い。いやーねー、まあなんかこうやっぱね、リョータとか、はい、ね、ノブとか、はい、ね、カズマくんとか、はいはい、みんなこうやっぱね、すごいかっこいいし、うん、美しい感じでやってますけども、いやいやいや、ね、結城リーチを見た方にはぜひしっかりと笑っていただきたいなって思います。いやいや笑えますよ、もう大好きです、もう大ファン、ファンみんないるんで、結構もう嬉しいな、出演者の中で結構ケイタさんファンが、結城リーチ先生ファンが多いんじゃないかなって思います。いやもうね、役のおかげですわ。いや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 、素晴らしいですけれども、うん、まあ今日今夜ね見ていただきたいと思うんで、ちょっとじゃあ最後に一言、はいはい、ちょっと皆さん今インスタライブ見てる方にちょっといただいてもいいですか。わかりました、はい、そうですね、今回第8話で、もう残すところ数話になってきましたけれども、そうですね、はい、満を持して結城リーチ指導いたします。まあ僕もそうですし、あとまあね、清原翔くんだったりとか、はい、うん、そうですね、またね、新たに登場してくる人物たちもいたりとか、はい、またね、違った一面が見える王子たちも出てくると思いますし、うんうんうん、ただ今回今回でかなり濃い輪になってると思うんで、そうですね、もうね、しっかり見て、いや見ていただきたいですね、笑っていただいて、はい、うん、していただければすごい嬉しいなと思うんで、なるほど、気軽にね、まず見ていただきたいなと。確かに、うん、こっからでも全然いいので、そうですね、まだ見れてないって方も ね、いても全然追いつけるんで、うん、ぜひぜひ見ていただきたいなと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。勇気推しでお願いしたいですね、皆さんに。いやいや、もうもうそうですね。なんで自分でそこ押せないんですか。なんか押していいのかな。いやいいんじゃないですか。いいですか。うん、あ、じゃあもうぜひ押してください。はい、あの大人の魅力を。あ、ね、ちょっと、はい、大人なのか子供なのかちょっとよくわからないテンション。いやいや、だってあの第8話のタイトル知ってます。ガキどもに次ぐ俺のフェロモンの前に土下座せよという。バカだなぁ。バカだなぁ。バカですね。タイトル誰が考えてんだろう。タイトルはあれですよ、鴨居さんですよ。鴨居さん考えてるの。そう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 、やばくないですか。鴨居さんね、センスありますよね。センスあるというかさ、遊んでるね。遊んでますね。遊んでるなぁ、鴨居さん。まあちょっとそんなところで、鴨居さんとは一緒に映画も見に行った仲なんで。鴨居さんと一緒に映画見に行ったんですか。ケイトさん、映画見に行きましたよ。マジっすか。はい、バグバリっていう映画見に行ったんですよ。しかも応援上映に行って、2人で、2人っていうかもう一方いたんですけど、はいはい、僕らであの、あの、ペンライト振ってましたから。マジかよ。ちょっと、ケイタさん、その話は改めてゆっくり聞かせてもらっていいですか。そうです、全然違う話だった。はい、ちょっとまた改めてその話も聞かせてもらっていい、本当に今日はありがとうございます、お忙しいところ。はい、ありがとう。第8話ちょっと盛り上げたいと思います。わざわざお疲れ様です。はい、皆さんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様。はい、ということでね、さらに謎が深まる鴨居さんという存在ですね。先生ありがとうございました。本当に今日第8話をね、あのまずこう何ですか、スターターとして出てきていただく町田啓太さんとお電話をつながせていただきましたけれども、より第8話が楽しみになってきたんじゃないでしょうか。皆さんもどうですか、ね、ありがとうってみんな書いてくれてる、コメント啓太さんありがとうございました。本当にねえ、マッチーありがとう。このコメントって面白いよな、本当。ということでね、第8話をまあ行こうと思うんですけど、今夜ね、ちょっとなんかこのプリンスサロン新しい企画をちょっといろいろ考えてきて、あの
なんかちょっと第7話をちょっとここで僕が実際に見てみるっていうのはどうかなと思ったんですけど、その企画どうですか皆さん。ちょっと見てる画面は映せないんですけど、まあ、僕がこう第7話を見てるっていうのをライブ配信するというちょっと斬新な企画をやってみようかなと思うんですけど、どうですかそれ。そしたらこうよりね、なんかあこういう風に楽しんでるんだっていう本人たちがね、うん、っていうのもちょっとわかるかなと思って、おいいいいいいということで、ちょっとスタッフの方にお願いして、ちょっと第7話を準備していただいたので、ちょっと見てもいいですか、じゃあ、実際。これ CM ないやつあるのかな、飛ばせる、じゃあちょっと、見てみます。ちょっとこの辺まで見つけてみる。家でも見ましたよ、もちろん。ただちょっとこれ、スタートします。これもし皆さんも良ければ、後から一緒にこうスタートしてみると一緒に見てる感覚になるかなと思うんで、ちょっとそれも含めてちょっととりあえずやってみます。スタート。あ、出てきた。こんなもんのかいっか、音あんまり大きくても。上げれるか、どこで上げるんだ。そう、一緒に見るかもね。ちょっと始まったね、このオープニング。ここ毎回ありますもんね。第7話、ゆきり先生、先生生徒指導されたいっていうコメント。子供塾送りに行くんだって。いってらっしゃい。プレイスオブレジェンド、今見てますよ。この仰々しいスタートすごいですね。来た、新生徒会会長、新美隊会長。お、飛びましたね後ろで。会長優雅だな。お、会長肉体すごくないですか。かっこいい、綾野浩二。来た、顎が輝いてます。来た、金髪 SP 王子ガブリエル笹塚。なるほど。君の名は忘れない、このジェネレーションの王子は私だと。素晴らしいタイトルですね。ジェネレーションズにかかってるわけですね、このタイトルは。すごいね、君の名はにもかかってるね。お、来た、かなで。これ何？あ、来た、会長、生徒会。あら、明らかに寒そうだわ、これ。寒そうか、マジ寒かったの。風超吹いてんじゃん。これは生徒会長ちょっと怒ってんね。久しぶりって、生徒全然覚えてねえじゃん、名前。花持ちならない側近なの。かなで覚えてない。ホームページであったって言わないだろ。何を丁寧に言ったんだ。聖一郎受けるわ。雪ちらついてんね。なるせカノン。覚えてねえな名前。全然覚えねえじゃん。
成瀬カノンのことですか。僕はカノンにプロポーズしました。え、カノンに僕と結婚してください。あら、それでカノンさんの名称、それはカナでもびっくりしたけど、僕の妄想をしつけるのやめてもらっていいですかって名台詞ですね。好きだという設定忘れるな。そうですか。君もカノンのことが好きなんですね。バカっぽいな。アンディだね、あれが。アンディ。アゴじゃない方がアンディ。生徒会長。ここでね、カナデがまた振り返るんですね。カノンは僕のプリンセスです。彼女は君のものにはなりません。これわざわざ言う必要ないはずなのに、カナデが言うということは、やっぱカナデはなんかどっかでその、こう負けたくない気持ちがあるのかなっていうような気もしますよね。ああ、ちょっと、会長、会長ちょっと。はい、来ました。はい。会長はあれ、放送できない感じでしたね。なんか、あの感じ。これか？来た。カナデ、あの男のことは本当に覚えていないのか？いや、今思い出したよ。今思い出したんかい？なんだか僕は嫌われてるみたいだな。カナデ結構嫌われてんな。ハマっちゃった、セリフ。よくわかります。え？憧れと憎しみは表裏一体です。表と裏はどちらが逆になってもおかしくありません。その思いが強ければ強いほど。このシーン不思議だったな、なんか。表と裏が深いな。知れないな。深いな。一人で突っ込んでますよ。コメントめっちゃ来てるわ。あ、でもちょっと視聴数落ちたかな。やべえ、まずい。一人にしてくれますか。なんで会長一人になるの。ショックだったってこと。会長ショックだったのかな。どう？あ、なんだこの敗北感は。敗北感。敗北感だって。会長はなぜあそこまで須坂からでもこだわるのか。さ、ラップ来た。顎輝く。お、コンプレックスがなんか伸びていったね。3回言ったよ。自分がトップだと思って生きてきた。会長。会長勉強できんだな。何？ SMHK。さあみんなで光り輝く。すごい。ないのかなこの企画。まあいいや、ちょっと今日はやってみよう。ちょっと視聴数落ちてんな。そう、ない。俺が見てるだけだもんね。確かに。来た、2年前。回想です。きゃー、会長来たー。何人だよ。ガブリエルは僕に甘いですから、ね、そんなことありません。お、来た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 。
チーム奏できた。奏で2年前。奏は何歳なんだろう。何歳1年生で生徒会長ってすごいよね。かなえさんも持ってかれたね今。やばいね。はじめまして。ロイヤルフェニックス学園の須坂かなえです。メンさん、ガブリエルじゃなくてもメンさんはレオに甘いっていうコメントが来てる。か、なんか生徒会ってなんか早歩きだね。なんか、チク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 って歩くんだよ。ゲンがいないね、まだ2年前だから。この状況だ、察してやれ。初めて挫折を知った瞬間だった。かあ、会長挫折したん。そうか。あ、この雑誌ね、会長が読んでる雑誌欲しいっていうコメントありますよ。お、来た、写真。これは架空の雑誌ですね。気になりますね。絶対ラップでしか喋んないね。お、なんかもうこんなんなって映ってないやん、これ。ね、欲しいって。地上に舞い降りた国民的王子って書かれてる。これ映ってたのかな。映ってないよね、本編の中。かなで覚えてなかったんだな、会長。言ったね今。あれ？アルセカノ会長。来た。走り出した。会長ガニ股。叫んでる。何今の1階のそのペイント。抱き合ってます、会長。さあ CM、 えい、飛ばして。あ、やばいやばい、行き過ぎた。会長覚えたね、ためらってたね、確かに一瞬ね。ためらってんだね、あれ。ナルセキャノン。さあ。お、来た、コーキチームネクスト、かわいいね。変態かよ。お前、ド M？ 本当だよ。お、お、カナで来た。王子っぽいな、だって。
おお、カノン2000元。お、守るんだ。ひょこひょこひょこって言ってる。お、ちょっとなんか余裕感あるね、カナで。お、来た来た、近い。クソカノン出ました。おぉ、悪い顔してるよ、カノデが。の、二人ともびっくりしてる。クソカノン。待ってるわけないじゃないですか、クソ王子。どうしてそんなに君は口が悪いんだ。言ってんね。そうだそうだ。確かに。だって腹が立つよ。カノンの顔を見ると腹が立つよな。くぅ、言ってるね。さ、兵庫系来た。やべえ、今日マジで全然主張されていない。どうしよう。ん？何何？あ、後期。これが俺がカノンさんのこと守るのってこれやってるよ。カノンに会いたいんだって。あの時の自撮りが見たいという好奇。ちょっと問い合わせておきましょう。ナルセカノン覚えた。入ってきた。キャノンって言って持ってるやん。うわ、どうやってんな、ガブリエル。すげえ。女性の名前を覚えたのは君が初めてです。おお。ああ、運命、確かに。君の言った通りです。あなたは、あの人が私を好きだって勘違いしてる。だから私を手に入れたい。動機は不純でした。動機は不純でした。でも、名前を覚えた今、君にときめいています。おお。ガブリエルもちょっと感動してるじゃん。びっくりしてる、チームの。来た！来た、かなで！おお、ライバル。ライバル。ん？っていうかもしれない。喜びを感じています。ああ、ここでガブリエルが感極まってる。こちらこそよろしく、スザク君。この片寄せ草のメンディっていうカットの流れは完全にジェネレーションズを意識した流れになっている気がしますね。来た。泣いてるよ、ガブリエル。あ、ゲームも泣いてる。カノン呆れてます。お、まだ言うの？まだいたの言われてます。歩くウィキペディア。あれ、カノン。失
カノンどこ行っちゃった。このラップマジ撮影の時笑いそうだったな。カノンもでもちょっと動揺してるな、この表情は。ねえ、動揺してますよ。やべ、どんどん落ちてるよ。この企画はもうダメかもしれない。やっぱ俺が喋ってる時間が少ないからかな。ちょっと需要ない件まずいぞこれ。うん、王子の行為にちょっと動揺し始めてるとね、書いてますね。もう終わるね。あ、来た先生。第8話。ん？キラキラキラーキラキラキラーって言ってますね。大尻さんの爆発。ちょっと動揺してるぞ。盛り上がってるね、会長。会長じゃねえ、理事長。うわぁ、結城先生。伝説の王子。来た。これ絶対加藤君アドリブだと思うんだよ。クールモーリョー口半開き。なんて言ったんだ。肌が綺麗。ネクタイ締めアドリブってか、あ、言ってたんだ公式で。うん、あら、ヤマト怒ってんね。すげえ機械をしてんな。カノン働いてんな。ナルセカノン。できた。ユキ先生。お、先生、伝説の王子を目指すんだ先生も。かあ、そういうことですね。ゆき先生、お、春も出てくるね。なるほど。はい、終わりました。ありがとうございます。終わりましたね。ちょっと視聴数がもう1000ぐらい減ってると思うんだけど、まずいな。7時過ぎましたね。皆さんご飯も食べたりいろいろしてるのかな。8話も奏で出てくるんじゃない。結構8話はだって転校してもってところもう最後あるかな。転校する直前、
あ、ポクちゃんとカズマと手つないでたね、確かに。予告で。それないか。あ、でもこれも気になるね。これなんだろう。なんか、揉めてない？トワだ。トワがまた見てくれてる。ありがとう、見てますよって。なんかほら、ランページ揉めてんじゃないこれ。揉めてるね。ちょっとこれもちょっと今夜8話注目ですね。ボーカルゴンビちょっとなんか揉めたのかな、違うか。あら、先週よみうりランド行きましただって。よみうりランドすごいよね、意外とね。あ、そうだそうだそうだ、ちょっと暇してる情報が一人あるんで、ちょっと連絡してみようかな。今暇してる人情報が来たんで、ちょっと連絡してもいいですか。え、なんてこれ登録してたっけ。これだ。出るかな。あ、出た。あ、もしもし、お疲れ様です。あれ、なんかちょっとお暇だという情報を伺ったんですけれども、ちょっとお時間を持て余してるって噂を聞いたんですけど、ちょっと今ね、またインスタライブやってまして。あ、マジっすか。見てたんだ。え、今さ、テレビ電話とかできる？テレビ電話無理。普通の電話でもいいよ。なんかあれ、服、洋服とか映せない感じ？洋服、そうね、映せない感じだ。映せる？顔のアップでもいいよ。ちょっと電話、ビデオ電話にしますね。少々お待ちを。今誰かなって言われてんだけどね、このいい声は一人しかいないじゃないですか。よし、じゃあかけ、やるね。これは来た。これいい声してんね、やっぱこうやってカメラで聞くとよりいい声してる。来た。ちょっと待って、金髪じゃん。金髪ですよ。怖っ。ちょっと聖様です、じゃん。めっちゃ金髪やん。聖様です。皆さん、こんにちは。めちゃくちゃあれだね。今ね、あの7話を見てたんですけど、さあ、見てくれたのか、インスタライブ。見てた。聖一郎言ってたね、的確に。なんだっけ、ことわざ。ことわざ。うん。嫁と畳は。そう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 。言ってましたね。そう、今やっぱ知的キャラがね、知的だもんね。そう、知的キャラっぽいこと言った。そっか、うん、今日はまた、はい、6周年おめでとう。 ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めでたいね。いや、めでたいですね。本当、まだまだこれからも頑張りたいですね。はい、頑張ってください。7年目はプリンスの映画も公開あるんで。そうだね、うん、いや、ほんとそれも大成功させて ね、拍車をかけたいですね、うん、第一側近グレタっていうコメント来てますけど。そうですね、グレちゃいましたね。あ、やっぱ聖様出たらちょっと視聴率上がったべ。嘘。本当にマジで数字変わってるぞ。やっぱ難しいところだな。俺がぼーっとしてるように見えたのかな、一瞬見た人は。いや、でもよかったです。うん、ね、あの、もうね、8話ですよ今夜。いや、そうですね、ついに先生会。そう、先生については誠一郎的にはどうですか。好きです。もう先生大好き。先生好きだよね。先生大好き。みんな好きだよね。はい、先生やばい。いや、まず顔がいいでしょ。うん、
で、まあ、キャラクター、あの先生のキャラクターも、もうすごい面白いですし、うん、うんうん、もう、I'm the Prince が自分の中でぐっさり刺さってる、ね。刺さってる。うん、今夜またね、ちょっと違う感じで楽しんでもらえそうですけども。そうですね。どう、元気？いや、元気、元気。元気、金髪でも。元気ですか？うん。忙しいんですか？いろいろやってんですね。そうなんですよ、違う撮影で。撮影で金髪にしてるんだ、はい。金髪になっちゃいまして。なるほど。はい。いや、もう8話で終わっちゃいますけれども。ね、もうあっという間だね。この間放送し始めたと思ったら、もう8話で、あと2話、うん、で終わって映画。そうだね。うん。セイ様痩せたって書かれてる。セイ様はね、あれなのよ、肉体がすごいんだよ。あれなんか写真集みたいなの出すんでしょ、だって。そうそうそう、フォトブック。フォトブック出すんだ。うん、ねえ、すごかった。すごそれもちょっとぜひ注目していただいて。あ、もうぜひぜひ。はい。お願いいたします。お願いします。ありがとうね、そんな宣伝まで。いやいやいや、今たまたまそういうあのあれが来たから。あ、そうなんですね。そうそう。ねえ、ほら、知ってる、腹筋やばいっていうコメント来てますよ。知られてますね。恐縮ながら。恐縮ながら。恐縮ながら。ねえ、あんな頑張っております。あんな体の人が体の隣にいたんだったら安心だよね。そうね、やっぱ体のことはちゃんとその頭のところでもそうですし、肉体的にも守らなきゃいけないので、うんうんうん、はい、そうだね。もうこのまあインスタライブも同じ数やってるということで、あと2回ですね、できてもやれるかどうか分からない。本当にさ、うん、あの毎週毎週やってさ、できたよ、偉いね。いやいやいや、たまたまなんだよ本当に。だってスケジュール合わなかったら無理じゃん結局。まあまあそうだけどさ、そうでもできたから。だどんなにでも忙しくても、だって別に一日暇してたわけじゃないでしょ。そうね、どうでしょう。そうだけど、うん、だからその仕事の合間でもさ、もう終わってからでも夜こうやって皆さんのためにやるっていうのは。ありがとうございます。すいません、はい、そんな俺の株なかなかできることじゃないと思うので。いやいやいや、そんなせいさんも言っていただいて本当に嬉しい限りですよ。いや、そういう力添えをね、僕らがありがとう、ちょっとでもできれば。せいさんも結構出てくれてる気がする。いや、出してもらってます、ね、ありがとうございます。こちらこそだよ、せいさん、せいさま、ね、せいさまの金髪だし、もう本当誰か分かんない。本当申し訳ない、今更だけど。いいんですよ、いい、声が一緒だから。本当にね、まあじゃあ最後8話を見てくださるようにちょっとコメントを一言いただいてもいいですか。いや、もうはい、あのついに8話ということで、もう終盤に差し掛かりまして、プリンス・オブ・レジェンド、うん、映画に向けてですね、もう本当にこうどん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 テンポ感もよく、そうだね、勢いをつけた、第8話となっておりますし、うん、あの町田さんのお芝居も本当に素敵なお芝居をされている、面白いもんね、はい、あので、結構演出の方もね、あのいろいろお話伺って、はい、こだわりの部分とかもあるみたいなので、ね、そういうちょっと細かいところまで見てあげて、最終話に向けて、あの皆さん楽しんでみてください。そして、劇場に足を運んで、そうだ、ね、映画を見てくれたら嬉しいですね。そうですね、はい、楽しみですね。まあ、まだまだ映画も先ですけれども、映画に向けて、うん、あのドラマが盛り上がっていけたらと思うので、はい、ありがとうございます、せい様。ありがとうございます、またね。うん、頑張って、ありがとう、バイバイ。バイバイ。ねえ、せい様でした。今日はゲストが多くていいですね。見に行きますって言ってくれてるよ。あっという間にもうこれ多分1時間経っちゃうぜ。ねえ、あと10分ぐらいかな。10分ないかもな。ちょっと今日のあの見るという企画はちょっとまたちょっとこちら側で一旦検討させていただいて、俺も結構面白かったんだけどな、なんか特に第7話いろんな人たちがまんべんなく出てきましたから、まあ生徒会を中心にですけどね、あのまだ見てないという方もね、ぜひ各種動画サイトで配信されてますので見ていただけたらなと思います。あ、ゲームもやりたいって書いてくれてるよ。ゲームも早くね、リリース楽しみですね。僕らメンバーもメンバーね、出演者の人たちもみんなそれぞれちょっと試供版みたいなのをやって
楽しんだんですけど、結構なボリュームで、あ、ひろき飯島オフィシャルも来てるぞ飯島、ひろき、ひろきも元気だね、きっとね。ゲームもちょっと僕もまだそのいつリリースされるのかっていうのは分かんないんですけれども、うん、ちょっと楽しみにしてていただけたらなと思います。もうじゃあぼちぼちかな。見る企画面白いって書いてくれてる人もいるんだけどな、ちょっとまあいろいろ時間帯とかもあるかもしれないしね。うん、あのぜひね第8話盛り上がっていただけたらなと思います。映画館でもうチラシがあるんですね。どっちだっけ、これか、これ映画館にもうチラシがあるんだって。1校に1つ、ぜひ1つの学校に1つ掲示板に貼っていただいて盛り上げていただけたらと思います。あの1つの職場に1つということで、1つの家庭に1つ1枚のチラシをぜひ。もうだってあるんでしょ、映画館に。ぜひゲットしてください。モネキョン is dead って書いてますね。はい、これ、あ、これ8話だ。これじゃあ、これなんでこういう風に出さなきゃいけないと、これが一番バランスがいいかなと思って顔も見えるしコメントにもかぶんないし。これも8話ですって。またタカトが、これどう、これ多分見た感じスザク家ですね。またスザク家にまたタカトが来るんですかね。これこのシーンもね、あのぜひ楽しみにしていていただけたらなと思います。こちらも第8話今夜24時59分から第8話がプリンスオブレジェンドドラマ第8話放送になります。これもね、さっきケイタさんとの話もありましたけど、こんな感じでここの絡みもちょっとね珍しいしね。そしてもうチームかなでもなんか脱いでるね。しかも超レアだよこれ、かなでが上着脱いでるの。俺なんでこの時上着脱ごうと思ったんだろうな。第8話ね、ぜひぜひ楽しんでいただけたらなと思いますね。これ何？あ、これ予告にも入ってましたね。これすごくない？これはもうどういう状況なんですかね。これはね、これも第8話の絵ということでですね、カノンが王子たちに囲まれております。確かにまあこういう状況ですよね。カノンは今、あ、ずるいって、これはマジで羨ましい、羨ましいんだね。そっか、実際ね、そ、まあ、だからそういう、まあ自分も、まあ女性の方は特にですけれども、ちょっとカノンに置き換えて見ていただけるとよりなんかこう面白いのかなっていうところとね。まあ今夜先生、先ほど啓太さんも電話で出演していただきましたけれども、チーム先生からスタートする今夜第8話ぜひご覧いただけたらなと思います。まあ、あのお住まいの地域によってはちょっと流れない、まだ今日今夜じゃないんだっていう方々もたくさんいらっしゃると思いますし、あのまあね、あの残念ながら住んでるところで流れないんだっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、あの今夜の放送後にはさまざまな動画配信サイトで、何、Hulu はじめって感じ、 DTV とかいろんな配信サイトで、まあ、LDHTV もそうか、流れますので、ぜひぜひあのご覧になっていただけたらなと思っております。なんか言わせたことないかな、大丈夫だね。はい、ということで第8話もぜひご覧ください。明日なの、そう、関西はね明日なんですよ。これ先週やるの忘れちゃったんだよな。これでも面白いのかな急に戸惑い出すというねえ、ぜひ見てくださいね。じゃあ終わります。
今週もありがとうございました。ちょっとこの実は台本を持ってきてたんですけど、台本をなんかこれこんな分厚いんだよ台本。プリンスのドラマ10話入ってるのこれ。これはちょっとまた来週使えたらなと思います。なんか面白いか分かんないけど。じゃあそんな感じでまた来週もお会いできたらなと思います。ちょっとスケジュール分かんないけど。ではまたねー。